大空チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本仏光堂小林です。榎本です。菅です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日もやってまいりました、はい、仏教用語を説明するというコーナーになります。はい、ね、この世の中にはですね、いろんな言葉がございます。その中でも仏教に関わった言葉がたくさんございますので、はい、それを一つずつご紹介させていただくというコーナーでございます。本日第3回目はタツさんでございますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは、はい、はい、そしたらお題目ですね。はい、ちょっと4つほど札をね用意してます。はい、行きましょう、はい、向かって右から足を洗う、親玉、退屈、シャバと本日はなっております。はい、はい、この中から選んでいただきましてご説明の方、はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしたら失礼しますね。はい、お願いします。はい、怪しい振り方でございますが、はい、はい、お願いいたします。はい、はい、足を洗う、足を洗う、足を洗うですね。足を洗う、まあ、よう帰ったら僕は言われますけどね、会社から帰ったら、そのね、足洗いという、また違う方で、ね、違う意味と足を洗いですけども、はい、まあ、あの、近いです。近いのは近いんです。近いですね。あ、はい、失礼いたしました。答えです、はい、あ、そういうこと、本当に。まあ、ここはちょっとね、説明してます。そうですね、はい。今のその意味で言うたら、足を洗う言うたら、はい、まあ、ちょっとやっぱりこう、異臭が出るということでしょうね、僕の足は。それは小林くんの話ですよ、ね。そうです、はい、僕の話です。世間一般で言う足を洗う言うと、はい、意味合い的には、こう、悪いことから、縁を切るみたいな。なるほど。ね、はいはい、よくちょっと怖い人からね、縁を切ったりするとか、ね。足洗う言いますわね。悪いことは足洗うと。今はそういうふうに使ってますけれども、はい、まあ、語源は、ただあの昔ですね、お釈迦様の時代。お、お釈迦様、はい、お坊さんいうのはね、托鉢だったり、はい、法要するときに裸足で、はい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 、裸足でね、はい、裸足で外に出てはるんです。で、そこからお寺の本堂帰ってきはるときに上がるときに、ほう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 、足を洗って、はいはいはい、清めた状態で入る。なるほど、それは汚れて帰りますもん、はい、足はね、はいはい、そこからなるほど、はい、そこから言ったらもうこう綺麗にしてそう行くと。そう、なるほど、ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。はい、はい、またご参考にしていただければいいかと思います。またよろしくお願いいたします。